新型コロナワクチン接種加速のため、新潟市21日、集団接種の枠を広げると発表しました。10月、ラド曜日夜間の予約枠を約2300人分追加します。1、目接種の日程、東区役所、接種日、10月9日、16日、23日の3回、時間、午後6時午後7時45分、人数、162人、日、 港南区、ミノルセンター、接種日、10月9日、16日、23日の、計算会、時間、午後6時、午後7時45分、人数、162人、日、巻触れ合い福祉センター、接種日、10月9日、16日、23日の、計算会、時間、午後6時、午七7時45分、人数、120人、日,日、ニーツ健康センター、 接種、10月9日、16日、23日の、計算回、時間、午後5時午後5時45分、人、78人、日、黒崎健康センター、接種日、10月9日、16日、23日の、3回、時間、午後5時午後5時45分、人数、72人、日、9、豊坂、区公民館、接種日、10月16日、 23日の計2回、時間、午後6、午後7時45分、人数、132人、日、北地区、コミュニティセンター、接種日、10月9日の、計1回、時間、午後6時午後7、45分、人数、120人、日、白根健康福祉センター、接種、10月9日の、計1回、時間、午後5時午後5時45分、人数、 60人、三方健康センター、接種日、10月16日、23日の計2回、ま、午後6時午後7時45分、人数、48人、日使用するのは、アイザー社製ワクチンで、それぞれ3週間後にに、ッ接種が行われます。接種対象者は、新潟市に、無12歳以上の人です。予約受付は9月22日午前8時半、始まります。 新潟市はまだ接種を受けてい、いわかい世代や仕事のため平日や日中の接種、難しい人に利用してほしいと呼びかけています。